足痩せしたい人や丸いお尻を作りたい方は一緒に20回行っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、レジスタンスバンドを2本使って、サイドヒップレイズとワイドヒップリフト、2種目一緒に行っていきましょう。サイドヒップレイズはですね、交互に行いますので、左右20回の40回、ワイドヒップリフトは20回、合計60回のエクササイズになります。このレジスタンスバンド持ってない方はですね、なしで一緒にゆっくり動いてください。持ってる方は、今回2本使います。2本使うことで、より体を安定させて、より体幹部をしっかり鍛えた状態で、ゆっくり動きますので、筋肉にしっかりね、効かすことができます。2本を強度が弱いのと強いのを用意してください。このレジスタンスバンドのいいところはですね、いつも行っているエクササイズをより効かすことができて、より筋肉に効かすコツがつかめてきます。ゴムというのは引っ張れば引っ張るほど力が必要となりますから、筋肉にねゆっくり効かすことができます。これがもしない場合、初動をいきなりグッと上げてしまうと負荷はだんだん軽くなってしまいます。勢いよく動いてしまうことによって、初めだけが一番負荷が強く、後の動きというのは負荷が軽くなっていきますので、筋肉に効かすっていうコツが難しいです。ですがゴムを使うことによって、だんだんと力を入れなければいけないという筋肉の働きが身につきますから、ぜひですね、持ってない方は説明欄にリンク貼っときますから、ぜひ用意してもらうことをお勧めします。そして女性はとても嬉しいことが、ゆっくり動かす筋肉、いわゆるチキンといってですね、筋肥大しにくい筋肉が身につきますから、外国人の女性はですね、このバンドを使ってほとんどの方がエクササイズをしております。そしてスタイルのいい方はですね、マシンなどを使わずにゴムチューブを使ってコツコツとエクササイズをしております。男性でもこのゴムチューブを使うことによって筋肉に効かすことももちろんできますので、自分に合った負荷のゴムバンドを選んで一緒にエクササイズをしていきましょう。では2種目やり方を紹介します。弱い方強い方あるんですけども、太ももの方が強いですから、太もも膝上にゴムの強いバンドを巻いていきます。そして足首に弱い細い分を巻いていきます。はい、これで四つん這いになります。これでゴムをもう少し張った状態から動かしていきます。足を戻した時にゴムがたるまないように注意です。この状態でサイドヒップレイズをゆっくり行っていきます。足痩せのポイントとしては、骨盤が内側にならないように開く動きが必要です。X 脚、O 脚の方はですね、あんまり運動してない方が多いんですけども、骨盤が内側に向いてしまって X 脚、O 脚になって足痩せしにくくなってきますので、しっかり骨盤を開く、お尻を動かすっていう動きが足痩せに大切です。そしてお尻も、大臀筋は大きくなりやすく、中臀筋、小臀筋はプリッとさせやすいですから、今回みたいに大臀筋ではなく中臀筋、小臀筋を効かしていきましょう。このサイドヒップレイズをまず各20回ずつ行っていきます。一緒にやっていきましょう。動きはゆっくりです。効かすイメージです。徐々に引っ張るイメージです。いきます。1、2、ちゃんと膝の後ろに足首が来るように動いてください。6という感じです。1、8、9、10、11、12、ちゃんとももが水平に動くように動かしてください。13、14、15、自分のももを見るのがおすすめです。反対いきます。1、2、3、4、5、
が痛い、1、お尻が痛い、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、お尻が痛い。続いてワイドヒップリフトです。しっかり足首も上のバンドも開きます。で、足首のまっすぐに膝が来るようにお尻をしっかり上げて下げて上げて下げていきましょう。20回です。足首と膝がグラグラしないようにキープです。3、4、お尻が痛い。5、6、7、8、9、お尻をしっかり締めます。お疲れ様でした。どうでしたか？中殿筋、小殿筋にしっかり効いた感じしますでしょうか？どうでしょうか？よく効いたと思います。これがレジスタンスバンドを使いましたからお尻に効いてるんですけども、これ使わなかったらですね、筋肉の動きがしっかり安定せずにですね、お尻を動かしたり足を動かしたりしてしまいますから、同じところをね、動かさないように、うまいことね、筋肉っていうのは疲れないように動いてくれてます。ですので、しっかりこのね、レジスタンスバンドを使うことによってぐらつきにくく、同じところをしっかり効かすね、コツがつかめてきますから、ぜひね、今回これがなくてですね、行った方、あんまり効いてなかったよっていう感じがするかもしれませんけども、次回この動画を見ながらですね、このレジスタンスバンドを使ってやってみたら効きますから、ぜひね、試した方はコメント、グッドボタン、アクションをよろしくお願いいたします。このワイドヒップリフト、そしてサイドヒップレイズ、この2種目だけをですね、レジスタンスバンドを使って毎日やってみてください。必ず太ももとお尻が変わってきます。今までいろんな足パカとかスクワットとかいろいろやってると思いますけども、それでなかなか変わりにくかった方、これをやってみてください。この2種目です。ぜひコメントお待ちしております。頑張った方、よかったらシェアもよろしくお願いいたします。これからも少ない時間、少ない回数でより効くエクササイズを紹介していきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。